どこに来たか分かんないんだよね。ね、父と母がいるじゃんって。分かんないよね。ね、久々だね。いるじゃないけど、お父さんとお母さんがいる。ほら、青葉、忘れたか？ポジェル君、出たいんだよね。出たいんだよね。出るんでねえの？うん、出れるよ。頑張れば出る。だってもう6ヶ月ぐらいでジャンプして出てたもん。ただ出ないでねって言ったら覚えたけど。なんだ、何が何してほしい。出たいのね。出たいのか。出たいね。ちょっとご飯食べてからね。初めてだから、鼻とかはダメだからね。確認してんじゃん、なぜこそ。うん、めっちゃクンクンしてる。気になる。父と母の匂いがするから気になるんじゃない？ちょっと気になる。初めて嗅ぐ匂いばっかりだな。知らない家具もあるし。クン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 言ってる。すごいちっちゃくしてる。もっと暴れると思ってた。母だぞ。いやいや、足舐めないで。足、これ足出てるから。くすぐったい。キッチン行くなよ。そっちはダメ、そっちはダメ。ふわふわだ。こんなネイルで本当、うん、色濃いよね。うわー、毛飛ぶからやめろ。コロコロだ、コロコロ。長いよね、こう見ると。長くない？ね、寝ながら行儀悪いんだよね。満足そうな顔して食べて。濃いよね。すごいよね。体がすごい。筋肉？細くなった。厚みが増してるでしょ。去年と違うよね。ガッチリしてもんな。ガッチリしてる。ガッチリしてる。肉厚なのよ。筋肉がすごいでしょ。すごいもんほら。へたれねえもんな。そう。前はふにゃっとこう、なんか柔らかいじゃん。こういうのだったからね、まだね。こういうの。1年経つとつまんない。いやいや、すごいな。大きいな。あ、起きちゃった。ごめん。日が当たるから。何って顔。なんか問題あります？寝てていいよ。ごめんね。なんか問題ありましたか私。